はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、いとちゃんです。今回ですね、ユーロボックスなんととうとう登場したんですよ、久しぶりに。で、これ中身になんと当たりが3つか入ってまして、1個が MK18 のステラシーで、もう1個がブルースカイ、M249 ブルースカイで、次にバレットサファイアで、最後にハンドガンのベレット9サイクロンかな、なんですけど、僕これどれ一つも持ってないんですよ。なので、見てください、このユーロ所持金数。最近なんかね、めっちゃユーロ当たってで、めちゃくちゃバカ増えしたんで、俺これ全部突っ込んででもいいんで、3、4つ全部当てたいと思います。さあ、それでは回していきましょう。多分長いんでめっちゃカットしてると思います。めっちゃカットか超絶早送りのどっちかです。ガンガン行くよ。いや、グレートしか来ねえな。スイカ棒か。グレートは来るけど、エクセレントがまだ来ない。エクセレントが来ればおそらく武器。え？マジか。もう3連続？あ、2連続グレート？スイカ棒60日ですよ、今。ちょっとね、エクセレントが来てほしい。でもなんかね、前になんだっけ、レールガン当たった時か。僕もね、なんか結構グレートが多かったんで、もしかしたらこの調子でいけるかもしれない。次8万ユーロ切ったら、5万ユーロ使うごとに、ちょっと中身開けていきましょう。ん？ 1 回1万ユーロだから、あ、じゃ10万ユーロか。10万ユーロ使うたんびにちょっと中身開けていきましょう。10連するたんびに中身見ていく感じで。さあ、こっから10連するたんびに中身を見ていきます。プレイ履歴、ここから駅がない。いや、もうそんな甘くないんだよ。さあ、さらに10連プレイ履歴。これ20連で全部あれか変わんのか。20連しよう。そしたら20連しよう。いや、これほどね、マウスのサイドボタンがね、便利だなと思うこともなかなかないよね。なかなかないね。サイド吸収してるわけじゃないから俺ね。さあ、20連。永久という文字はない。全部これじゃねえかよ。全部これじゃねえかよ。さあ、もう20連。いや、さすがに当たるっしょ。さすがに頼むで。来た。あ？なんでベレッタサイクロンなんだよ。メイン武器じゃねえんだけど。いや、メイン武器して欲しいのは。メイン武器だよ、俺欲しいのは。さ、とりあえず10連したんで、見てみましょう。あ、間違った。まあ、いいや。もう15連ぐらいましょうか。はい、ここで一旦見よう。驚愕のサバ A 級、いらねえ。マジで？こんななの？ね、まあ、そうだよね。まあ、200万突っ込んだと当たんないっていう人いるからね。さらに、見ていきましょう。さらに見ていきましょう。さあ、ラスト。プレイ歴。当たんねえんだけど、結果、驚愕のサバと、持ってるしね。驚愕のサバと、ベレッタ9サイクロンのみということで、当たんねえのか。甘くねえっすな。皆さん、これ参考に回していただければと思います。100万使って、A 級2個、驚愕のサバ、ベレッタ9サイクロン。お目当ての、3つは出てこなかったということで、いやー